はい、徳光の高井です。今日はいつもの散歩コース、牛別川に来ています。牛別川、今日は散歩をしながら Vlog を撮っていきたいというふうに思っております。スマホのこのボッコと言ったらいいんでしょうね、フワちゃん棒、フワちゃん棒を Bluetooth でオンオフが切り替わるようになってるんですけれども、残念ながら Bluetooth 接続が事務所でやるとうまくいくんだけど、外でやるとうまくいかないという状況になりまして、やむを得ず、手で起動しています。なんでしょうね、やっぱり、安物買いの銭失いというのはまさにこのことじゃないかというふうに思いますけれど、安物買いの銭失い、そんな感じで今撮影しています。やはり少し、この部分はケチらずにやった方がいいですね。今日の旭川は28度ぐらいになるというふうに、昨日のネットニュースか何かではなっておりました。で、昨日よりも気温が1度2度低い、そんな感じだったので、あとそうですね、実は私は7月に腓骨筋腱鞘炎というものになりまして、左足の足首の下にある腓骨筋というのが炎症を起こして大きく腫れ上がりまして、原因はよく分かんないんですけど、まあ、医者が言うにはハイアーチが原因だっていうことだったんですが、まあ、対処療法しか結局していただけなく、まあそうですね、サポーターじゃないですね、テーピングですね、テーピングで腓骨筋をカバーしてあげるような、補助してあげるような、そんな対処療法で結局終了してしまったんですが、まあ、薬、炎症止めのような薬とかそういったのの薬は2週間分いただいて、いたんですけども、まあ、それで、今のところだましだまし来ている感じです。実際まだ足が痛むんですが、今日実は旭岳に登りたいと思っていました。旭岳に行きたかったんですけれども、この足の状況を見るとやはり途中で登れなくなったり、何かのトラブルに遭遇しかねないので、まあ、一人で山に登ろうと思ってたので、それは、やめておこうと、思いました。そして今日散歩コースでまずこの足の状態ですね、足の状態が回復するように、筋力をつけてというか、慣らして、これを繰り返して、いざ山に、行きたいと思っています。行けるかどうかちょっと分かりませんけれども、今ちょうど旭川の山、まあ、旭川というか東川ですね、東川の山は、東川の山っていうのかな、旭岳ですね、旭岳は非常にいい時期なんです。短い夏が、すぐに終わってしまいますので、夏が終わる前に、短い夏が終わる前に、行きたいなというふうに思っています。はい、今日はですね、まあ、いろんな道具をちょっと、合わせながら、撮っていきたいなというふうに思っているんですけど、そうですね、いつもは目で見るこの風景、まあ一方方向でしかずっと見てないんですけど、それでもここの風景が、好きでして、長山の豊かな、この分かりますかね、豊かな田んぼ、自然とは言いません、
農村地域なんでしょうかね。ここは非常に、空気も良いのではないかと思います。で、割とこの私の散歩コースは人があまり来ない、なのでこうやって喋りながら、撮影が可能だなということをちょっと思いまして、来ております。で、向こうにですね、向こう側にこっち側ですね、こちら側にはピップの方面が見えますね。トーマピップって言ったらいいんでしょうね。でぐるりとこちらですね、こちら側には見えるかな、あちらは高須末広の方ですね。旭川は山に囲まれた町ですので、このようにぐるりと360度山に囲まれてます。盆地、特有の夏暑く冬寒いという地域です。京都とかと同じと聞きます。京都もこのような感じの山でぐるりとなってるんですね。今シリが勝手に喋りましたけども、このように旭川は夏は暑いんです。体感ではもう30度超えてるんじゃないかと思います。気温は実際見てみなければわからないですけれども、セミの鳴き声も聞こえています。去年はですね、熊の出没が相次ぎまして、熊の目撃情報が相次いでといいますか、それでこういう堤防プチもですね、入らないでくださいとか、なんか熊出没しましたラインみたいなのが引かれていたんですけど、今年はそういうものがありませんね。不思議な感じです。人がコロナ明けて、動くと言ったところで、熊も出てきてない、そうなのかもしれません。今ですね、ちょっとした会社さんの前を通って人がいまして、一人でくっちゃべってるんで、なんだあいつはというような感じで思われたかもしれません。まあ用意としましょう。残念ながらですね、今日は大雪山が雲に隠れています。今日旭岳に行かなくて正解だったかもしれませんね。登ったとしても雲、もしかすると雨に当たってたかもしれません。昨日は夜ポンチョを探して、本気で行こうと思ってたんですけどね、突然足のことを思い出しまして、そういえば腓骨筋腱鞘炎になってたんだ、そんな状態で行って、行くって言ったらさすがにね、妻からは何を考えてるんですかと言われてしまうなと思いまして、やめました。はい、さあそんなんで、この晴天、ちょっとまた Vlog をですね、いろんなテーマに沿って話していきたいなというふうに思います。匠ソフトです。散歩コースからの Vlog になります。テレワークについて今日は少し話したいなというふうに思います。この2年間コロナで、テレワークがかなり進んだということも言われており、いろいろな雑誌でテレワークのどこまで進んだかというのがデータが出ていました。
そのデータを見る限り、北海道のテレワークの、状況というのは、やっぱり関東圏と比べると圧倒的に、その活用は低く 20% となっているということです。テレワークが、進まない理由に、挙げられているのは、一つの原因としては、大企業はテレワークは進むのだけれども、中小零細企業はなかなかそこが進んでいないということを、データでは言われてました。つまり、田舎に行けば行くほど大企業は少ないですから、テレワークの進み具合というのは非常に少ない。そして経営者のその意識というのが低いということを、そこのデータを調べた会社ではリサーチしておりまして、そのように判断をしてました。で、この北海道で事業をし経営をしている人たち、私を含めですけれども、果たしてその意識が低いとか高いとか、そういう状況でテレワークの導入をしていないのかしているのか、一概に言えないんじゃないかなというふうに私はちょっと思えてます。その記事ではですね、記事を書いた方が、確か竹中